はい、それでは表題の論文について長岡技科大の勝田が発表します。はい、まあ、今回はあのフレーズレベルでアテンションを張ったニューラルネットの提案をして、それが、フレーズをに対してレベルで自己注意をアップするんで、まあ、目的としてはそれでメモリーの消費少なくして、まあ、かつ、まあ、それでステートオージャーとの、センテンスのエンコーダーをまあ作るというような内容になります。はい、でまあ、文のエンコーダーというのは基本的には RNN とか CNN で、まあ、作られるんですけど、 RNN は、まあ、その RNN も CNN も用いずにフレーズレベルのセンテンスアテンションあじゃないセルフアテンションで、まあ、今回ステートオージャーとのモデルを達成したというようなものになります。でまあ、今回使うのは、まあ、こういうツリー構造を、まあ、一応は組成として入力する形になっていて、まあこうまあ、ツリー構造で、まあ、それぞれ の, あの主語主部述部みたいなのがどんどんあの階層が下がっていくほど、まあ、細かいフレーズを、まあ、得ることができて、まあ、今回の手法ではこういう、まあ、ファーストからサードまでの3つのレイヤーで分けて行う、それぞれフレーズとしてあの抽出します。でまあ、細かい、まあ、計算式は、まあ、こういうイベントの計算をして、で、まあ、今回の場合は同じ単語同士の場合っていうのをもうこの M の部分で最大マイナス無限に設定して、まあ、今回アライメントの計算をもう下げるみたいな感じで、お互い、自身の単語同士での関係を学習しないように、まあ、マスクしています。でそれで、まあ、そのアライメントでそれぞれそのフレーズ間でどの単語同士が、まあ、重要かみたいなのを、まあ、学習していって、まあ、最終的なそのセルフレベル、フレーズレベルセルフアテンションの、まあ、出力を得ます。はい、で次にその、まあ、今回はツリー構造を入れるっていう話なんですけど、さっきの学習はできなくて、それをまあ複数 の, あのさっきの分割単位で学習をまあ共有するというようなもので、ゲートメモリーアップデート、ちょっと切れてしまってるんですけど、ゲートメモリーアップデーティングというものを使っています。でこれによってその、学習する際のその PSA というのがさっきのフレーズレベルのアテンションの話なんですけど、その時の学習でさらにそのゲートと、まあ、メモリーというので、その各、キャラクターレベルじゃね、フレーズレベルごとでの学習する際に、まあ、どの部分を、まあ、なんですかね、次の異なるフレーズ単位での学習の際にまあ残すかみたいな、まあ、そういうのも学習しつつ、まあ、ビルドでの学習をまあするという感じになります。でまあ、最終的にはそのキャラ、フレーズレベルだとベクトル長がまあ異なってするなるので、まあ、それを、まあ、まとめて一つの固定のベクトルを生成するというようなモデルになります。はい、で、まあ、実際にそれで実験をするんですけど、まずワードエンベディングとしてはプリトリンされたグローブの300次元のものを用意して、で一応固定、まあ、これは下げれば下げるほど細く取れるんですけど、今回の実験ではそのさっきのサードまでを取るというように固定して、で学習データは SNLI というその、自然言語推論するためのデータセットを今回は学習によって評価を行います。でトレーニングセットは、まあ、このさっきの SNLI で、データ規模としては、まあ、大体あの下に書いてあるようなもので、まあ、トレーニングバリエーションテストっていうふうに分けて学習します。はい、で、まあ、学習の時の際の、これはそのエバリエーション評価の際に使うそれぞれのタスクの、まあ、規模とかその細かい数値になりますね。
で、まあこういう感じにパーシングすると、まあ、だいたいこんな感じに一文からまあフレーズがこれだけ取れたり、まあ、そのフレーズの中にワードがこれだけ入っているような、まあ、規模のサイズ。学習した場合で、今回の提案手法のものが一番そのトレ、学習でテストを行った際でも精度が一番高いということになって、で DIM のところで、まあ、今まではその LSTM を使ったモデルっていうのが高かったんですけど、そのモデルよりもさらにパラメーターがだいたい 5% ぐらいのモデルで、さらにそれよりも LSTM を使ったモデルよりも高い数値を出すことができているということになります。はい、で次にさっきの各々のパラ、バリエーションデータで使って評価したんですけど、何個かはまあ LSTM に分けている部分もあるんですけど、ほとんどのタスクで、今回の提案手法が一番高い数値を得ることができています。ということで、次にその、データの中のテキストの、センテンスの長さに関しての考察なんですけど、今回そのそれぞれ、まあ、問題文がどれだけの長さに対してのその精度を出していて、で赤い点線はそのデータ内の分布の頻度ですね。でそれで見てみると、今回の提案手法はだいたい14レングス以上 の場合からだいたい単純に、センテンスレベルでただテンションを張ったモデルよりもフレーズレベルで張った方が、全体的に高い傾向が得られるということで、まあ、フレーズレベルでやることいるというふうに、まあ、キッシャラは述べています。で、まあ、今回 それぞれの、レイヤーごとの、まあ、そういう学習の重さ付けを、まあ、可視化してみると、まあ、最初の A かっこ A っていうのが、まあ、一番細かい部分での学習で、まあ、そこからどんどんそうこうフレーズのあれ幅をでかくしてなんていうか、ね、そう上に持っていって、まあ、どんどん広い幅で取ろうという感じになりますね。で最終的にこれでセンテンスのこうそれぞれの単語の重さみたいなのをつけるんですけど、まあ、こういうので見ると結構あとかそう it とかそういうものは結構もう全体的に重さは少なくなっていて、で、まあ、今回のまとめですけど、今回構文情報を用いて文のエンコーダーモデルを提案してパラメータ数を減らして、まあ、メモリーも削減しつつ、まあ、様々なタスクでの有用性を示したという論文になります。以上で終わります。